ポストディザスターの火星ね。クリオ、ブレイクイン。ベイガンギア、出る。キア、ここでベイガンを知るのだ。え、今なんて？一緒に戦いましょう。サクラ？あ、大丈夫。このおまけどもが。カシマとサブユニットと戦ってる。小隊長、団員たちの援護も。ユノの姉さん、すみません。ブレイク反応がどんどん強くなってきてる。みんな気をつけて。くそ、まだか。かわせるか。見たことない黒いモビルスーツがブレイクイン。サクラ、これがベイガンの。ビンゴ、 X ラウンダー専用機ジルスベイ。なんだこいつら、おまけの新型か。似てるけど違うわ。油断しないで。オルガ団長さんに連絡して。予想外のことがいろいろ起きると思うから。わかりました。じいちゃん、ここは一体。爆弾があちこちにあるよ。撃てば爆発するから使っていこう。動けるモビルスーツがいて助かったぜ。一気に押し返すぞ。火星に他にもモビルスーツがあるんですか。まさかガンダムレギルスも。ここにいるのはバルバトス、ルシオン、流星号ことフラウラスよ。そうか、ここは火星の別の可能性ということなんだ。イエスだよ、キオ君。俺だ、小隊長、キオ、無事か。大丈夫です、オルガさん。現在、交戦中です。こっちも手いっぱいだ。何匹嫌なんだ、こいつら。ハシマルが複数いるなんて、ありえない。この機体、無人機ですよね。終わらせよ。こんなことは。モビルアーマーって一体。300年前、厄災戦の中心を成した近畿の存在。数億の人命を奪い。おい、ユノ、シドってのは、でかい羽つけた黒いトカゲみたいなやつか。イエスです、団長さん。正確にはベイガンのモビルスーツと融合したベイガンギアシド。じゃあ人が乗ってる。団長、見たんですか。ああ、火星をこれ以上荒らすな。やったわ、ハシマル撃破。早く団長さんの
なんねんだ。俺は火星の王にならなきゃいけないんだ。家族のために、鉄火団のために。団長、そのモビルスーツは？まさかこいつに乗ることになろうとはな。王様の椅子、団長さん用に作られた地点なのね。火星で王になる？なんてどうするつもりなんですか？お前が聞くか。火星の王ってのはな、鉄火団の家族のために。撃ちたくないのに。なんだってこいつら何匹も。ミズザ DB のデータによって不正が行われてるのかも。なんだそのエグザーなんとかってやつは。昔銀の排除薬によって武器などの製造に使う全てのテクノロジーを捨てる約束が交わされたんです。だけど条約は破られ、データは保存されていた。それがエグザ DB なんです。モビルアーマーを作る。三日月君や明宏君は？モビルアーマーと戦闘にガンダムフレームは出さねえ。あれやすくリミッターが作動して動けないからね。ああ、今度そのリミッターとの異常があれば。ミカ、どうだ、やってやったぜ。ハシマルをケキャゼラギウスの力、今ここで見せる。ベイガンギア出る。てめえ、よくも仲間を。ゼラギウス、でもこの感じ、まさか。ゼラーレンゼルカントの遺伝子を受け継ぐ最高の X ランダー能力の法則、人の心を持たない戦士、育てればすぐに取り込まれたんだよ。そんな、あの人は。やめるんだ。ここでの戦いはもう終わったんだ。こんなことは。ガンダムと全ての連邦軍モビルスーツ殲滅。キロ、やっとここまで来たんだ。やるぞ。そうよ、ベイガンギア、シロよ、ブレイクアウトさせましょう。お前なら決着つけられるな。はい、僕ならあいつを止められる。誰かが終わらせなきゃ。お前が無理することはなさそうだぜ。キル、お前は火星圏の悲しい現実を見てきた。我々も戦う理由を知ったはずだ。プロジェクトエーデン。なんだそいつは。限られた資源の大地への奪いや血塗られた歴史を止めるため、新たな人類の歴史を担う優れた死を選び出す。戦争のない世界、穏やかで平和な理想の楽園、エデンを作り出すために。残った奴らはどうするんだ。そんな勝手なことはさせねえぞ。そんなの違う。一気に殲滅する。間違ってる。終わりはしない。かわせるか。すごい。くらえ。そこでそこだ。これはどうだ。やるな。くらえ。これでモビルアーマー最後だ。あとは
黒トカゲ野郎か。本能で戦う獣と同等の行為だ。人を高い次元に導き、より良き世界を作るために誰かが選択をせねばならん。その選択を私は、我が父は行ってきたのだ。父、イゼルカントさん。気づかねばならない。なぜお前にはわからない。やり方が間違っているんです。もうこれ以上人が人を選んで理想郷を築くなんて。人が人であるためだ。今だって人は人だ。地球圏の人たちも火星圏の人たちも精一杯生きてるんだ。いいこと言ったぜ、キヨ。みんな今これで終わりだ。人が人でいられる未来を。ベイガンギア始動、ブレイクアウトを確認。よかった。じゃあ最後は。はい、僕が去ればいい。今度は僕たちの火星を助けなきゃ。キヨ、世話になった。頑張ろうぜ、お互いにな。はい、人はこれからも生きていきます。手を取り合って、きっと。ああ、進み続けるんだぜ、キヨ。お前も目指す場所まで。作戦終了。いい連携でした。